今日のテーマは引き続き巻き込まれたです。平日は吉田さんから来てます。はい、どうも。凛太郎さん、まりさん、こんにち は, こんにちは。今週もハッピーマンデーありがとうございます。して巻き込まれた高校時代の話。はい。友人とラーメン屋巡りにハマってる時期がありました。おしかし友人は彼女から痩せるように言われていて、ある日友人の彼女がキレました。うん、友人彼女、あんたまたラーメン食べたわけ？太ってきてるけど。友人、あ、そっか、でもラーメンうまいんだよな、こいつがまた新しいとこ見つけてさ、今日も行く予定だわけよ、うん、と僕を差し出す。差し出す。友人彼女。ええ、やーよ、性格で彼女できたか知らんけどよ、だからって太っていいば。性格で、ひどい。見た目です。ここからがもっとひどい。もっとあるぞ。は？二人揃ってブーなりやがって気持ち悪い。友人彼女は以前から僕とも仲が良くて口が悪すぎる、ボコボコにされましたって。すごいね、すごいね、うん、気持ち悪いってすごくない？もうとどめだよね。二人揃ってブー。ちょっとブーはなんとなくまだふわっとして可愛い感じかもしれないけど、気持ち悪い。もうとどめもとどめね。すごいね、何にもフォローがないわ。どっかフォロー転がってない。ないね。ないな。ちょっと見当たらなかったね、フォローが、うん、見つかった時にするね。ね、うん。